それではゼンマイ仕掛けのデジタルムービーカメラについてご紹介します。このプロジェクトでは1950年代から70年代頃にかけて製造された 8mm フィルムカメラをデジタルカメラに改造しています。このようにですね、本来フィルムを入れるスペースに改造してスペースを作って、こちらのデジタル撮影モジュールをセットすることで、フィルムの代わりにデジタルデータとして動画を撮影することができます。モジュールをセットして電源を入れるとコントローラーが起動して、あとはフィルムカメラと同じ手順で撮影することができます。ゼンマイをチャージして絞りを合わせて、フォーカスを合わせ、あとは対象物をファインダーで狙ってやればシャッターを押すことで撮影ができます。このシャッターの駆動自体をセンサーが検出して、シャッターのタイミングに合わせて動画を撮影することができています。このバージョン、今回はバージョン2のプロジェクトなんですが、バージョン1からの相違点として、カメラ側の改造を施すことで、多様な機種のカメラに対応することができるようになっています。今回はこれまでに、国産のヤシカ8というものの、2機種、それから、国産初の 8mm フィルムカメラを製作した、シネマックス8というモデル、ヤシカ8のモデルともなった、ボレックスというタイプのカメラ、さらには、8mm フィルムが、実用化される前に、いち早く、家庭用のコンパクトカメラとして開発された、パテ社の元カメラという 9.5mm フィルムカメラにも適用することができています。それでは、カメラの紹介は、以上として、こちらの、ヤシカ8のデジタル化モデルで撮影した動画を